ダック秋葉原インテルイベントでの写真オーバークロックイベント日本工学院でのイベントの様子ダック、ダック、本名、下川康和は1990年代前半頃ストリートからデビューしたバンドイエローダックのギタリストで現在はオーバークロッカーとして活動している日本の人物。オーバークロック例名機にペンティアム4の発展にキガヘルツ駆動をはじめとする 数え切れないほどのオーバークロックの世界記録を樹立し、現在も保持している。オークル専用パーツブランド、ジャパンクーリングアーティストを立ち上げ、世界中のオーバークロックの大会やイベントに出演し、台湾パーツメーカーの新製品開発にも協力する。2010年からパーツ専門雑誌において、国内外発となる液体窒素冷却を中心としたオーバークロック講座の連載を開始。 同ス部パワーレポートアート部オーバークロックインプレス社、現在は救済ほか、多数のオークル関連記事を執筆。同年、米国 LA にて、インテル関係者立ち会いの元 CPU のオーバークロック世界記録に挑み、インテル社の現行製品であるコア、i シリーズの世界記録を達成した。なおその模様は、世界同時中継された。ダックオーバークラーキングオンイベガ P55。 CPU フリークエンシーワールドレコード c 2011年にグラフィックカードメーカーのギャラクシーマイケルシストムズと専属契約を交わし日本人初のプロのオーバークロッカーとなったオーバークロックを題材とした漫画87クロッカーズの監修も行っている2014年には日本工学院専門学校東京工科大学にてオーバークロックイベントを実施 また翌2015年にも日本工学院八王子キャンパスでの紅れない火災にも参加。若いオーバークロッカーの人材育成に力を入れている。ありがとうございます。